エスタイグリーナ、図版、スタンホペア属スタンホッピーは、卵化植物の一族。樹上に着生し複雑で奇妙な形の大輪化を、少数、ぶら下がるように咲かせる。常緑性の多年生双本で、着生植物。偽球形は、卵形で硬く、量がある。先端に、角質の葉を一枚だけつける。葉は楕円型でシワがある。花形は、下向きの伸び。 先端に数輪の花をつける。花には異臭がある。花はニセ輪形の基部から出る。花系はまっすぐに下へ伸びるため、栽培下では往々にして、鉢底の穴から抜け出る。花は老出で肉厚、香りが強く、花色は黒子色、単紅色、白、褐色など多様。花の構造は複雑である。花は真下に向かって開き、 随中と神弁が向かい合っている。神弁は大きく三つの部分に分かれ、基部側のヒッポキルは袋状となり、次のメソキルには大きな角状突起があり、先端はエピキルと呼ばれる。花は外して大きく、S タイグリーナでは、径が20センチメートル近くにもなる。他方で小さな花をつける種もあり、大きな花をつける種に比して、花の構造が単純で、 特に神弁に、格上突起がない。この方の花をつける種は大抵花を2個つけ、このタイプが族の中で、祖先的な方であると考えられる。学名は、イギリス王立園芸協会の会員で、ロンドン薬用植物協会の会長であった、チャールズ・スタンホープ博に、懸命されたものである。この族の花は、花粉媒介のために、特定の昆虫を誘引し、それに対して、 効果的に花粉界を付着させるように進化した結果である。本属の卵の花粉を媒介するのは、下鉢類のオスで、ヒポキルからはこの鉢を誘引する物質が分泌される。しかも、この物質は、花の種ごとに異なる物質を生産し、誘引される蜂の種も異なる。これは、主観の交雑を避ける仕組みともなっている。誘引された鉢は、 ヒポキルの中でその香りのもを探るが、その表面が滑りやすくなっているので蜂は足を滑らし、その滑った先に弾ずい柱の先端がある。そこには粘着性物質に包まれた花粉界があるので、蜂の体にそれが自動的に付着する。なお、メソキルにある角状の突起は、蜂が滑り台から横に落ちないためのガードレールのような役割を担っている。 このタイプの花を英名で、ドロップフラワー、あるいはホールスルーフラワーと呼んでいる。本属の花粉媒介をする鉢としては、ユフリーシア、ユグロッサ、ユリーマの三族が知られる。スタンホペアレンでは、自家不和合成を持ち、竹樹精のみが行われるようになっている例が、知られているが、本属ではこのことはむしろ花の構造によって、実現されている。また花粉界は、 粘液でしっかりとまとまっており、乾燥するまでは、十分に強しにくい。なお、下鉢のオスの匂い集めを利用して、花粉媒介をさせることは、スタンホペア・アレン・スタンホープイニーのものに広く知られる、ところである。しかしながら、下鉢オスの行動の意味そのものについては、諸説あるものの、はっきりした理由はわかっていない。中南米、メキシコからブラジルまでの熱帯域に分布する。 ガーデンライフ編では25種とある。だが、その後多くの種が追加され、パンサリンアマラルでは55種とある。代表的なものを挙げる。ヨーランとして栽培される。ヨーランとしての略称は、スタン、である。ヨーロッパに導入されたのは、ヨーランの中でも古く、エスインシュグネは1823から1825年、頃であった。栽培に際しては、 バスケットに水苔で植えるか、鉢に植える場合にはそこを大きく抜いておく。その上で吊り下げて栽培する。これは、家計が真下に抜け出る性質があるので、それが抜け出せるようにするための対策である。花は大きくて、花型が面白いので見応えがあるが、寿命は短い。スタンホッピー、フロストエクスフック、唐沢は眼臭、P603、斎藤、唐沢、 P165 塚本ほか、P124? ガーデンライフ編、P230、斉藤。唐沢、P165 ハットドレスラー銅橋、P247。唐沢監修、P603 塚本ほか、P124、斉藤。唐沢、P165 ハットパンサリンアマラルハット、パンサリンアマラル。唐沢監修、P603 塚本ほか、 P128 から差は P117. ありがとうございます。